41号では第3手法と旋回用のスリーブを取り付けます。今回付属するパーツです。パーツ01のスリーブの中央に37号で付属したジョイントパイプを差し込みます。続けてその上からパーツ02のカバーを接着せずにはめ込みます。次に組み立てたスリーブを第3手法筒の機構部品に差し込みます。この時ジョイントパイプとギアボックスのピンの六角の形状を合わせるようにします。取り付けが終わったら電池をつないでスムーズに回転するかを確認します。テストが終了したらスリーブを中央に戻しておきます。これで41号の作業は終了です。アシャット。